老子は目の障害の一つ。老眼とも呼ばれるが、老子が正式名称。加齢により水晶体の男性が失われて、調節力が弱まり、近くのものに焦点を合わせることが遅くなったり、できなくなってくる。40代から60代はじめに自覚されることが多いが、実際には20歳前後から調節力の減少は始まっており、 日常生活で字を読む時の距離である30センチメートル前後が見えにくくなるのがこの辺の年齢であると言える。しかしこのような症状を自覚する年齢は個人差があり、一概には言えないが、一般には40歳前後、早い人では30歳代半ばあたり、遅い人でも50歳代から60歳あたりまでに自覚症状を訴えることがほとんどである。しかし、 現代医学の発展により、症状に対する防止、視力回復も可能になってきている。動詞は遠方が名視できる状態において、中、近距離の細かい文字や小物などの細部が滲んだり、ちらついたりして名視しづらくなるばかりでない。パソコンや携帯電話の画面、読書などの比較的近距離を長時間見ていた後、遠方を見ようとしても即座に調整ができずしばらく、 見づらいといった症状。また比較的明るい場所では、それなりに近い距離も見えるが、暗い場所では、遠距離もやや見づらいといった症状。特に近距離の場合には特有の見づらい傾向が、さらに強くなったり、比較的暗い色の小物なども感知しづらくなるといった症状を併発する場合も多い。禁止でも老視にはなるが、次の理由により、症状を自覚しにくい。逆の理由により、 原子のものは、老子の症状を自覚しやすい。禁止のメガネを外せば、裸眼で近くを名詞できる。軽度の禁止でも、老眼の軽いうちは裸眼になれば読書できるし、マイナス 4D より強い禁止ならば、修正読書に突レンズを要しない。禁止のメガネを外さなくても、禁止のメガネには見かけの調節があるので、老眼を自覚するのが遅くなる。 近視の眼球とそれから 12mm 離れた近視メガネとで構成された光学系は静止の眼球だけの光学系や遠視の眼球と遠視メガネとで構成された光学系より少ない調節で近くにピントを合わせることができるのでその分恒例になるまで単焦点の近視のメガネをかけたままで近くを明視することができる強度の近視メガネであるほど見かけの調節が強い 中程度以上の禁止のメガネは弱めに作るのが通例なのでその分調節力への負担が軽く、静止の人よりは高齢になるまで、禁止のメガネをかけたままで近くを名視することができる。静止のつもりでいるものの中には、軽い遠視のものが多く含まれるので、そうした遠視のものに比べれば、さらに高齢になるまで、禁止のメガネをかけたままで近くを名視することができる。 強度禁止のものが禁止を弱めに強制したメガネをかけていれば2と3の効果が相まって静止や遠視のものよりかなり高齢になるまで禁止のメガネをかけたままで済ませられ老眼を自覚しにくい。強制は老眼鏡で行う。凸レンズでできていて原理は遠視のメガネと同じ。調節力の限界に応じて必要となる凸レンズの度数も強くする必要がある。 ただし使用時は、遠くが見えづらくなるので、近くのものを見る際に限定的に使用される。老子になる以前から、近視、遠視、乱視などでメガネを用いていた場合は、原理としては遠くを見るための度数に、適切な凸レンズの度数を加えたものを近くを見るために用いるが、強度近視では常日の見かけの調節効果が強いので、加える度数が弱くなる。 元が禁止で、オうレンズを用いていた場合は、その分、オうレンズの度数を弱める。弱い禁止では、遠方使用に、オうレンズ、近型使用に、突レンズが用いられる。マイナス 10D を超えるような最強度禁止の場合、目自体は老眼になっていても、マイナスレンズの見かけの調節により、遠用メガネをかけた、まま近くを名刺できる場合があるので、遠近両用メガネが不要な場合もある。 遠近両用メガネは、遠くと近くでメガネをかけ、外ししたり交換したりする不便さを解消したメガネ。レンズ全体は遠方視に度数を合わせ、レンズの下側の一部に金型使用度数のレンズを組み込んだタイプが多い。かつては、境目がはっきりしており、境目の部分で物が重なって見えるなどの欠点が目立っていたが、近年は、レンズの下へ行くに従って度数が徐々に変化する。 多重類新商店タイプが一般的である。長所は一つの眼鏡で、落ちこちが見えることで便利という点。欠点は慣れるまでは、視野が揺れて、感じたり、階段を踏み外しやすくなったり、目が疲れやすく、感じたり、視野が狭くなるという点である。2018年2月、三井科学が発売した老眼鏡は、フレームに電子回路を内蔵しており鶴のセンサーに触れると、 液晶を埋め込んだレンズの落ちこちが切り替わる。ありがとうございます。